ルテン山下利三郎フキ子が殺されたのはその晩のわずかな時間の間でした。私が別れの言葉を書いた手紙を持って子飼いへ出ると、そこは彼女の家の裏まで田んぼ続きです。彼女の居間に火のついていることが、幾度か窓の下へ近寄っていくことを尻込みさせましたが、ようやく思い切って忍び足に障子の際まで行くと、幸いその破れから内部を覗くことができました。母に死に別れて間のない痛みやすい吹子の心を涙立たせたくない。できることなら何も知らせずにこのまま土地を離れてしまいたい。この手紙だって自分が旅立ってしまうまでは見てくれない方がいいのだと思っていたのですが、都合のいいことには吹子は他の部屋にでも行っていたのか、その部屋は空っぽだったのです。分厚い手紙が指先を離れて窓障子の間からパサリと音を立てて落ちました。私は見とがめられないように窓の下を離れて私の家へ帰りましたが、そのカランとした空き家、もうこれでお別れかと思うと針にかけられた蜘蛛の巣までに愛着が感じられたのです。気を取り直して荷物を下げて停車場まで行きましたが、予定の汽車が出るまでにはまだ2時間近くも余裕があります。駅前の休憩所で時間を待ち合わせる間にも駅を出入りする人影に気を取られていました。お払いくださいますな。万一あの手紙を読んだ吹子がここへ駆けつけて気はしないかと、ふとそんな風に考えられたからです。すみませんでした。旅へなど出ないでくださいな。彼女の唇からそうした言葉が聞けるものなら、その場で命を投げ出したところで惜しくはなかったでしょう。私はとてもじっと落ち着いてはいられませんでした。休憩所をふらふらと出て、無遊描写のように町から村を過ぎ、私の住居だった家なんか見返りもしないで、畑のあぜ伝えに彼女の部屋の方へ近寄っていったのです。せめてよそながら吹子の顔を一目見てから、欲を言えばなんとか一言口を聞いてから出立したくなりました。せっかく心持ちが緊張しているうちにやり遂げたかった計画も、こうしたありさまでずるずると一角から崩れ始めました。どうしてそんな気になったのでしょう。ふと顔を上げて日の差す窓を仰いだ私は、障子へスーッと流れるように映った男の影奉仕を見て、思わず目を見張ったのでした。おお、吹子の部屋には中谷が来ているのだ。
そうだ。この土地へ来てから、たった一人の友人で、まるで兄弟のように親しみ合っていたのが、フキ子というものを中心とするようになってから、互いが妙にしらけ合ってしまい、とうとうフキ子から私というものを全く駆除してしまったあの中谷。今日、私をよそへ、流転の旅に送り出そうとした中谷が来ているのだ。私はしばらくそこに立ちすくんでいました。ところがあることに気づいた私はぎょっとしました。他でもありません。中谷なら髪を長く伸ばしているはずですのに、今映った影法師は確かイガグリ頭だったではありませんか。不思議さのあまり呆然そこに佇んでいると、不意に背後から私の利き腕をぐっと掴んだものがあります。驚いて振り返ると、見も知らない男が私の方をにらみつけながらぐいぐい腕を引っ張ります。不意ではあり、何のことだか夢のような心持ちで手向かいもせずついていくと、その男は私をフキ子の家の表口から連れ込みました。すべてこの出来事が私にとって解けない謎だったのです。台所にはフキ子の妹で十三家死になるツヤ子が、近所のおかみさんたち二三人に囲まれて、畳に打ちしたままさめざめと泣いていました。その次の間の仏壇には、つい先月チブスで亡くなった母親の遺灰が灯明の火に照らされながら立ち上る寂しい光炎に絡まれていました。その次がフキ子の居間です。内部の情景を一目見せられた私は思わず、あっと驚きの叫びを立てましたが、にわかに体中が震え出し、奥歯のカチカチ触れ合うのがやみません。なんというむごたらしい出来事でしょう。医者らしい男のほかに制服の警官たちが険しい目つきで私を迎えた、その足元にはフキ子が白い胸もあらわに明けはだけたまま倒れています。青白い蝋のような頬には髪が乱れかかり、その首には燃えるような真紅の紐が巻きつけてありました。そして呆れている私の顔を見てせせら笑っている警官の手には、なんと誰が封を切ったものか、私からフキ子に宛てて投げ込んだ手紙が握られていました。それきり私はすっとあたりが暗くなって、深い深い谷へ落ちていくように感じましたが、その後は誰が何を言ったのやらはっきりと覚えておりませんけれども、現実はあくまで現実です。フキ子殺害の嫌疑を受けた私は厳しい取り調べを受けました。私が急に家を畳んで旅に出ようとしたのが一番いけなかったので、旅立とうとした悲壮な心待ちなんかは
説明したところで、警官にはよく理解ができなかったのです。中谷も参考人として呼ばれましたが、親しかった以前に控えて、彼は冷然と私に不利な証言をしました。アリバイ、そんなことはできませんでした。何でもフキ子が殺された時間には、私はまだ空き家になった私の家でただ一人、氷にもたれかかって木葬にふけていたのでしたから、私は心から中谷の狼烈な真珠を憎みました。どうかして復讐してやりたいという望みを抑えることができません。そこで取り調べの時、中谷の聞いている前でこう言ってやりました。フキ子と私とはかなり長い間特別な交際を続けていました。私がこの土地へ来てまなしに彼女と知り合い、精神的にも物質的にも私としてはできるだけの好意と愛とを寄せていました。死んだ彼女の母もある程度まではそれを黙っていてくれたのです。それが近頃になって、フキ子は私にある男が言い寄ってくるので困るが、どうしたらよかろうかと話しました。その男というのは、私に大方察しがついていました。私はいろいろ考えてみました。フキ子と私とはかなり年齢も違っています。私としては相続しなければならない家もありますので、養子を迎えなければならないフキ子に幸福な結婚生活をさせるについてはいろいろ障害があります。そこでフキ子によく言い含めて、私は心よく一旦手を切りました。ところが、せっかく私の心遣いも無になって、フキ子の口からその男の非難をよく聞かされたものです。口ぶりから察しても、フキ子は決してその男を愛していないらしかったのです。とね、妙な意地つくからこんなでたらめを申し立て、愛するフキ子の死後を汚して、実に彼女に対して申し訳のないことですが、聞いている中谷はみるみる真相な顔をして、額に油汗をにじませ、今にも倒れそうなありさまでした。それを見て、私は心の中に非常な満足を覚えましたものの、よしないことを言ってしまったと後悔しないわけにはいきませんでした。なぜならば、それがため余計に私の弁解が役立たなくなってしまいました。中谷も一旦は調べられましたが、元より高知に長けた彼はうまく言い逃れたようです。いろいろ審理の末、私はとうとう12年の宣告を受けてしまいました。フキ子の死んだことが私の生活にとって致命的な大打撃でした。唯一の憧れであったフキ子が死んでみれば、放浪に出ることなんか意義のないことで、
瞑想になったところで何の生きがいがあるでしょう。中谷へ皮肉な復讐から不規則と特別な交わりのあったことを一般に信じさせてしまった上は、私自らもそれを慰めとして12年の刑に服した方が彼女への謝罪の道だと考えた末、控訴もしないで刑に着きました。10年の刑務所生活、その間に世の中は変わりましたね。まだ残っているケーキを恩典にあって放免されたのがこの秋でした。シャバに出てみると、フキ子の妹ツヤ子は誰に聞いてもその行方がわかりません。中谷の消息も探りましたが、知れないのです。狭いようでも広い世間で会いたいと思う人々はなかなか巡り合わないものですね。いや、もうこんな話はよしましょう。こんなくだらない身の上話じゃ小説にもなりますまい。本当にご退屈でしたろう。放浪者は寂しく笑って卓の上に残った茶碗を取り上げたが、すぐ冷たそうに唇から離してしまった。自分自身の話に興奮したらしく、目は輝いて頬に血の気が昇り、宣告のような寒そうな憂鬱な様子はどこにも残っていなかった。氷雨のためにびしょ濡れだった衣服も靴も、燃え盛るストーブの活気でもうことごとく皆乾いていた。まるで垂水洋画さんの小説のようですね。小村のこの言葉に放浪者はちょっと目をパチクリさせた。なんでございます、それは。いや、この人はそういったようなことをよく小説に書く人ですが、それよりもっと興味のあるお話でした。しかし10年近い年月をよく忍耐できましたね。一体誰がそのフキ子という娘を殺したのでしょう。誰が殺したにしたところで、それはもう過ぎ去ったことで、いくら詮議したとて彼女は生き返っては来ないではありませんか。フキ子が生存しない以上、私がこの世に残って何をしようと同じことです。刑務所で暮らすことも決して苦痛だとは考えませんでした。実に不可解な心持ちですな。事実として考えることのできないような。いくら小説をお書きになるあなたでもまだお若いからご想像がつかないかもしれませんが、中年者の恋はそれだけ捨て身で真剣なのです。いや、図に乗って40を超えた私が気の差すお話をして恐縮です。もう夜も更けたようですから、これでおいとまいたします。初めてお目にかかったあなたにとんだご散財をかけてすみません。ではこのお名刺もいただいてまいります。丁寧に頭を下げた放浪者は静かに上着のボタンをかけて立ち上がった。その抜け上がった額や痩せてたるみのできた方がいかにも人の良さそうな、そして平和らしい相貌に見えて、小村はなんとなしに
このままで別れてしまうのが寂しかった。今からどこへいらっしゃるのです？まさか東京へ帰るのじゃないでしょう。はい、実は梅田停車場の裏の方に少々しるべがありますから、行って止めてもらおうかと思っています。悪く思わないでくださいよ。万一その家が起きてくれなかったら、宿屋へ泊まる足しにでもしてください。小村は釜口から一枚の紙幣をつまみ出して相手に握らせた。放浪者はひどく辞退していたが、熱心な小村の言葉に動かされてしまった。ご好意に甘えさせてもらいます。ご親切は長く忘れません。ご縁があればまたお目にかかれるでしょう。どうぞ立派な小説をお書きになりますよう、陰からお祈りしています。不意にお呼び止めしたのを怒りもなさらないで、よく来てくださいました。本当にいつかまたお目にかかりたいものですね。小村に送られて階段を降り、宅の間を縫って扉口まで来たが、今度は宣告のように怪訝らしい目で眺める人は誰もいなかった。扉の内と外とで感銘的な挨拶が交わされた。いろいろありがとうございました。ではごきげんよく。あなたもお送検でお気をつけていらっしゃい。小貝は相変わらずこんがすりを振るように、みぞれが風にあふれて降って、まばらに道行く人も寒そうに傘の下に体を固くしながら歩いている。放浪者は腕を組み合わせたまま肩をすくめて、電車にも乗ろうとしないで東映の少ない街に向かって消えていく。あたらかわした上着の襟に袖に降り注ぐ日雨をまともに受けて、電車にも乗らないで人に姿を見られるのが愛おしいのだろうか。前科者のひがめを自分から遠慮してかかっているのか。いつまでもいつまでもガラス扉の影からその姿が見えなくなるまで見送って、こうつぶやいた小村は、それからやっと2階へ引き返し、暖炉のそばへ寄ったまま宣告からの情景をもう一度彼の頭脳の中に繰り返してみた。私は宣告ここで川上としきりに主題循環論をやった。そのうち川上は帰ってしまったのだ。それから私はこんな日雨降る夜を檻に追われて逃げ回る破獄衆のことを考えながら、あの窓から覗いて、あのタバコ屋の前を力なげに歩んでいる放浪者に心を引きつけられた。怒られはしないかと思いながら後を追うて呼んでみたが、彼は素直に私の招きに従ってくれた。私はあの時雑誌記者だと言わないで小説家と答えた。あんな小さな雑誌の名を問われたらかえって困るのだった。それからあの放浪者はよく飲んだ。むさぼるように食った。よほど飢えていたのだ。それから語り出した彼自身の数奇な経歴。小村はふとした好奇心を満足させるためにした行為が
とんだ任侠的な結果に終わったことに、異常な愉快さを感じて、一人で微笑んだ。その後およそ二月ほどの日が流れた。あるバツバツ雑誌に、久々ぶりで小村静雄の創作、みぞれ降る夜が掲載された。作りの善悪や反響のいかんはさておいて、主題がかつてカフェへ招いた放浪者の談話そのままであり、そして送られた香料で膨らんだガマ口を押さえながら、小村が文豪をしかりと気取りながら道頓堀あたりの盛り場をそぞろ歩きしていたことは疑いもない。ある日、そのそぞろ歩きから帰ってきた時、彼の机の上に集まった郵便物の中からあまり見たことのない首席の手紙を発見した。封を切ってみると、古丹な達筆で、墨の色も鮮やかに書かれてあるのが、かえって小村には読みづらかったが、ようやくたどり読むと、こうであった。関西へは、久しぶりにての旅行。大阪在住の旧友方に逗留中、かの夜、通院の果て、水曜の今日に駆られ、友人の作業服を着用し、街上に迷いで候ろうところ、あまりの寒気に、さすがの酔いも冷め果て、難渋の折から、幸いにも、帰家のお呼び止めに預かり、お心尽くしのご教王に蘇生の思いをいたし候。お別れの後、そのことを、寄宿いたし友人夫婦より、あまりの酔狂と小言を頂戴。その翌日、要件愛すみ祈祷つかまつり候えど、取り紛れ、御礼知恵の儀兵にご寛容賜りたく、合わせて、気遅れより、素性愛偽り申し上げ候罪、お詫び申し上げ候。その右に即興的にお話申し上げし創作、不起子事件について。本日、バツバツ市場に折り記作ご発表。慶福再読つかまつり候。ご恩恵の金五円は、テーマ譲渡料として、まさに頂戴つかまつり候。かか。なお、粗品ながら、別荘の小包、御所の愛なりたく。なお後、ますますご健康を祈り上げ候。敬具、用がせい。小村は慌ただしく机の上を見回した。なんだか油紙で包装した小包が置いてあった。けれども、彼はそれより封筒を取り上げて今更のように顔を赤くした。同時に目の下を冷たいものがタラタラと流れた。たるみようが、そうだったのか。かの放浪者こそ小村が常に尊敬している文壇の大先輩だったのだった。